さあ、これはいいんですけど、さあ、これはいいんですけど、じゃあ次です。これをデカルト座標で書いたら確かに運動方程式はこれなんですけど、ね、座標によらないものをやりたいんですけど、じゃあ逆に座標を入れ、いろいろとちょっと入れてみて、いかにちょっとニュートン力学があんまりそういうの、はっきりと座標にやらない、表し方になってないのかってことをちょっと確認したいんだけれども、これデカルト座標バージョンなんですが、じゃあ皆さん今度これですね、これを元にして、極座標の運動方程式を書いてみてください。つまり、全く同じこのシチュエーションを極座標で取り直してみてください。一回ちょっと消すかな。今度は、同じ EOM を、今度は 2次元のままでいいです。3次元だとちょっとめんどくさいんで、2次元でいいです。2次元極座標。物体がいて、力がこういうふうに加わっている、こんな感じですね。この運動方程式を極座標というやつで表してほしいんですけど、まず極座標の定義だけ一応確認しましょうか。極座標というのは何だったかというと、物体のいる居場所を中心からの半径 R と X 軸からの傾きの角度、方位角って言いましたけども、方位角シータでもって表す表し方です。すなわち、ここが方位角シータであり、ここが、まあ、動く半径で、動径って言いますけども、動く半径、動径って言いますけども、動径の長さ R と、X 軸からの傾きの角度、方位角シータでもって、物体の居場所を表す方法。それが極座標ですね。いいですね。で、X 軸と、あ、X 軸じゃない、X 座標と、Y 座標、XY 座標とそれから Rθ の関係は皆さんよく知っている通り、X イコール R コサインシータ、Y は R サインシータです。ここが X で、ここが Y と。いうわけなんですけども、さあ、これを運動方程式はさっき M の X2 ドットイコール FX。M の Y2 ドットイコール FY っていう風に、単純にあの MA イコール F を X 成分と Y 成分に分ければそれでおしまいだったんですよね。で、今度はじゃあこれを極座標バージョンにしたい。極座標で物事を捉えるってことはどういうことかというと、極座標で物を捉えるってことは、R と θ を使って物体の運動を書くってことね。X や Y はもう使わないで、R や θ を使って物体の運動を書くってこと。で、その時には、当然考えたい座標軸も、R 方向と θ 方向の2つを使うんですよ。今物体は今ここにいます。物体は今ここにいますから、ここに R 方向ってやつがあって、ここの場所にね。で、θ はこの角度が増えていく方向なので、これが座標軸、この点における座標軸は、ここが θ 方向。だから極座標で物事を捉えるってことは、例えばこの点において動径方向 R 方向の動き、そして角度方向の動き、この2つの方向の運動を、この2つの方向に運動を分けて解いてくださいねっていうことを言ってます。いいです。さあ、じゃあそれで、じゃあ皆さんにまた少し演習してほしいんですが、演習する前にみんなにちょっと一回簡単に確認しておきたいんですけど、 X や Y で運動方程式がこうだったと、 ドットくっきりと書かないといけないですね。 M の X の、2ドットは FX で、 M の Y の2ドットは FY だったので、じゃあこれを極座標に取り替えなさいって言われたら、これでいいんでしょうか。さあ、皆
さん物理学概論でもすでに勉強しているかと思いますけれども、さあこれで良いんでしょうか。あ、FR や Fθ ってのはそもそもどれかっていうと、この力ですね、この力を、R 方向と θ 方向に分けたものなので、ちょっと赤ひょっとすると見にくいかもしれませんが、ちょっとこれでちょっと書きますので、試しに書いてみます。R 方向に力を分解する。R 方向に力を分解する。これが FR 成分で、で、θ 方向成分は、まあ、θ はこっちなので、今の僕の書いた図だと、Fθ はマイナスの成分になりますが、こちら方向に今ね、まあ、正確に言うと本当はこうなんだな。ベクトルなので本当はこういう規定ベクトルをつけないと本当は正しくないんですけど、まあ、Fθ というか、まあ、F の θ 成分ですね。まあ、これですね。で、まあ、Fθ は今はマイナスの値になっていると思います。本当は数字とベクトルってちゃんと分解しない、分けて考えないといけないので、本当はここに、規定ベクトルの Eθ をつけたいんですが、まあ、ちょっとこれはこのくらいしておきましょう。いいですね。同型方向と、この力を、普段は水平方向と垂直方向に分解するんだけど、任意の二次元のベクトルは独立な二方向に必ず分解できますよね。何にでもいいんですよね。どう分解してもいいよね。センター試験とかでよくやるやつね。まあ、今年からテストの種類変わるけど、まあ基本的にベクトルで教わることはみんな同じです。平面ベクトルで一番大事なことは、任意のその平面ベクトルっていうのは、なんか任意のベクトルが一本あったら、その任意のベクトルは、互いに一次独立な二本のベクトルに分解できるという。線形結合ってやつだね。この懐かしいね、みんなね、これやったでしょ。なんかこう三角形 ABC みたいなやつが、こんなやつがあって、でこことここを何対何に線打って、ここ線引いて、ここ何対何に線引いて、こうなんか線引いて、でなんかこのやつ、ここかな、これだと、あ、これだと、あ、いいのか、こういうやつ、このベクトルっていうのはこの AB ベクトルと AC ベクトルを使うと何分の1かとか、なんか係数つけてどうかけるかみたいな問題やるじゃない、ね。まあ、要はだからこのベクトルっていうのがなんかこうアルファ倍の B ベクトルプラスベータ倍の C ベクトルってこうかけるっていう、これ一次結合とかね、線形結合って言うけれども、これがなんかベクトルの最もベクトルらしい性質なんですよね。だからやるんですよ、数学で。これすごい大事なんですよ。でもそれと一緒で、別にベクトル、力のベクトルは水平方向と鉛直方向に分解しなきゃいけないという言われはなくて、とにかく2本の一次独立のやつだったら何でもいいので、R 方向と θ 方向に分けたって別にいいんですよ。で、それがこれです。で、明らかに FR は同型方向の動きを司る力でしょうね。こういう力があるならば、こっちに吹っ飛んだりとか、まあしていくんでしょう。だんだん離れていったりするんでしょう。で、シーター方向にこういう力がもし働いてるならば、例えばこういうふうに動こうとしてたやつは、ちょっとずつこう回転が減速していく感じっていうか、そういう運動をするんでしょうね。まあ、これが FR であり、こう FC だ。うん。それはいいんですけど、これどうですかね、これ左辺。これ合ってる感じします？みんなすでに教わってる人ね、ほとんどだと思うんで、確かこうじゃなかったよなっていうふうに思ってる人もいると思うんだけど、確かに違うんですけど、違うっていう理由をすぐに説明できますか。こっちはちょっと難しいんだけども、こっちはね、もうね、明らかなんですよ。明らかにおかしいんです、この式は。物理の人間だったらぜひ、見てほしいポイントが一個あるんですけど、物理の人間はこういうの見たときに、次元が合わないぞっていうことにすぐに気がついてほしいです。次元とか、まあ、単位とかそういうものが合わないってことに気がついてほしいんだけれども、θ って角度でしょ。角度って次元ないですよね。だって、ラジアンっていう単位とかって、π って結局 3.14 っていう数字ですからね。何も単位ついてないですね。3.14 メートルとかじゃないでしょ、あれ。ね。これただの、だから無次元量です。無次元の量を時間で2回微分している。ってことは、時間で2回微分してるってことは、微分ってさ、結局割り算取ってリミット取る。まあ、リミット取るけど結局割り算なんですよ。要は微分って。なので、時間で2回微分するってことは、時間で2回割ってるんですよね。なので、θ2 ドットの、ドットが2個なので2ドットって言いますけど、θ2 ドットの次元は、まあ、例えば秒で測るんだったら、単位は秒事乗分の1になってるはずですね。でも、皆さんよく知ってるように、運動方程式のここに入ってるやつは、これ、加速度ですよ。加速度の次元は、加速度って、長さを時間で2回割り算するから、単位で言うんだったら、まあ、メーター毎秒毎秒ですよね。まあ、ちゃんと書けば、長さの1乗で、タイムのマイナス2乗になりますね。でも、こちらは、長さじゃないんですよ。なので、タイムのマイナス2乗。時間で2回割ってるだけ。ってことになるので、この2つ、次元が違うでしょ。合わないでしょ。ってことは何を言ってるかというと、こいつは
加速度じゃないんです。加速度の次元ではない。ってことは少なくとも、これは EOM として正しくないはずなんです。だって、右辺は力なんだもん。力と質量があるにもかかわらず、真ん中に加速度が来てないってことは、左辺と右辺で次元が合わないってことですよね。だって、MA イコール F の MA って、M かける A が力なんだから。質量がキログラムかけるメートル毎秒毎秒がニュートンなんだから、左辺と右辺は当然等しくないといけない。等しい次元を持ってないと運動方程式にならないっていうか、そもそもイコールで結べないはずなんだけども、今この式はイコールで結べないものを無理やり結んじゃってるから、この式間違ってるんですよね。絶対。なので、この式はおかしい。で、まあ、上の式は正直これだけ見て合ってるか合ってないかわかりません。なので、これは何とも言えないんですけど、なぜならば R は長さの次元を持っているので、次元的には OK です。次元的には OK ですが、この形でいいかどうかまでは、まあ、ちょっとまだはっきりしたことは何とも言えないという段階であります。ただ、どっちにしても下がおかしいので、これはちょっと運動方程式は、デカルト座標から極座標に直したら単純にこうなるっていう話ではどうやらなさそうだと。じゃあ、正しいのはどんな形なんだってわけですね、今度はね。では、正しい、極座標の EOM とは何か。じゃあ正しい極座標の運動方程式ってどんな形なんだろうかと。X2 ドットとか Y2 ドットで書かれたこのデカルト座標の運動方程式が正しいこと。これは分かってるんです。なので、分かって、正しいと分かっているこいつをヒントにして、極座標の運動方程式を出してみようじゃないかと。で、そのためにやるべきことは、X や Y の2回微分を計算しないといけません。X や Y の2回微分を R シーターで書かないといけません。極座標に直したいから。なので、まあ、それをやるんだけれども、2回微分する前に1回微分がまずできないといけないので、ちょっと1回微分、一つだけこれ皆さんやってみましょうか。今、X イコール R コサインシーターです。じゃあこれを利用して X ドットをじゃあ皆さんちょっと計算してみてください。はい、じゃあちょっとどうぞ。時間もちょっとあと限られてるんですが、ちょっとこれだけはやりましょう。大した話じゃないので、ね、これちょっと今皆さんちょっとやってみてください。はい、じゃあやります。R コサインシーターを時間で微分しなさいということで、まあ掛け算、2つの関数の掛け算になってるので、合成関数の微分法ですね。R ドットを計算して、次は、コサインシータを、ドット、微分で計算する。まあ、よくドットでこんな感じで肩に書いたりもします。ね、で、R ドットのコサインシータはいいんですが、コサインシータの微分は、まあ、合成関数の微分を使っていただいて、コサインはマイナスサインシータに化けますが、中にシータという関数が入っているので、そいつを微分しとかにはいかんということで、で、まあ、よく、書き方としては、R ドットコサインシータマイナス R のシータドットのサインシータということになります。はい。ということで、まあ、次回ですね、またこの続きをちょっとやりましょう。